6ライトエクストラロングタイトゥーイントゥー4レフトロングタイトゥーあっさあ助けてうわまた眩しいイントゥースロースモールカット5しかもちょっと鼻がかゆいレフト2鼻がかゆいけどかけないスモールどうも肉丸です。ご視聴ありがとうございます。それではスペインの最終ステージですね。ここまで総合1位になっていますが油断はできませんよ。事故をすると一気に順位が下がりますからね。いける。サービスパークはないのでそのままですね。 6.8 こっち、まあ、ほどほどちょっと長めですかね。スタート105ライト30車がタイヤが汚れてる。ボディは綺麗ですよ。さあ行きましょう。最終ステージです。4 3 2 1。100これは夕日ですか。スタートの時刻見忘れましたね。32レフトタイトゥーン。オレンジなんで夕日かもしれません。わちょっと見にくいですねこれ。イントゥー3ライトロングオープン50。よしよしよし。3今はちょっとこの角度が見にくいんです。眩しいから。イントゥーフラットレフト100。見えない見えない。アーリー4レフト。リプレイが綺麗そうですね。なんか夕日で。カット禁止。危ない。落ちる落ちる。レフトオープン。よし、優秀の美を飾りたい。4レフト。エクストラロングイントゥー6ライト。景色もいいですがレースに集中しましょう。6。6ライトタイトゥーン。あんまりね飛ばしていると危ないんですよ。バランスを崩すんでハンドルを切った時に。よけ眩しい見えん。イントゥー5こっちかな。レフトロングイントゥー6ライトオーバークレストイントゥー5レフトエクストラロング。5高速コーナー続きますよ。だけど怖いバランス崩す。スピードを出しすぎないように。お早い。いいですよ。焦らずに行きましょう。これまでしっかりリードしますから、総合では。危ない。よしよしよし。オッケー。ぶつからなければよし。六ライトエクストラロング。タイトゥーンイントゥー四レフトロング。あった。助けて。助けて。ライトエクストラロング。いやひっくり返ってしまいました。レフトロングタイトゥーン三ナロー。いやこれまでリードしてるんで大丈夫でしょう。まだ1回ならね。4ライトオープン30。ひっくり返るんですね。6レフト150。ひっくり返したらさすがに厳しいですね。やっぱ横が岩だと危ないんですよね。ヒットすると横転しちゃうんで。3ライトタイトゥーンイントゥーカット4レフトイントゥー5レフトスモールカットオーバークレスト。イントゥー6ライトロングコーション35ライトロングタイトゥーンナロー350スロー5レフトオーバークレストロングイントゥー3。いや狭いですよ。狭いし危ない。岩があってで3イントゥー4レフトスモールカット。うわ早い。いや焦っちゃダメ。6ライトこれ焦ると余計また事故を招くんですよ。オープン6心のゆとりを持ってね。イントゥー3ライトベリー大丈夫。これまでしっかりこれまでのステージ頑張ってきてるんで焦らない。3ライトタイトゥーンイントゥー2レフトロングタイトゥーン136レフトイントゥー4ライト6 4。オープンロングタイトゥーンファストジャンクション5レフトジャンクション。あここエクストラロング危ない。イントゥー4ライトロング5 4。危ない。よしよしよし。なるべく50レフトロングオープン1006あんま飛ばしすぎ気をつけて。エクストラエクストラロング飛ばしすぎたらちょっと減速する。タイトゥーン2クレスト。うわ眩しい眩しいよ。太陽が自己ラストに来てます。エクストラエクストラロング6タイトゥーンカットオープン50
何ですかこれは。あらららららら。6ライト100。6。6ライトオーバークレスト。わあ。スローキープ。いやあ、飛ばせるんだけど飛ばしたら危ない。60。2のびっくり。ライトダイトゥーン。2のびっくりマーク。オープン6。おっと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 。オッケー。イントゥースモールカット3、3レフトロングタイトゥーン1、スモールカット70、うわっと危ない。4ライトロング30、アビナタルどこでした。2イントゥー2レフトロングタイトゥーンカット禁止オープン100シュール。え5ライトロングタイトゥーンオーバークレストイントゥー4レフトロング4。うわまた眩しい。イントゥースロースモールカット5。しかもちょっと鼻がかゆい。レフト2。鼻がかゆいけどかけない。スモールカット。鼻がかゆい。イントゥー6レフト。鼻をムズムズしています。6レフト。6。キープライトオーバー30。1レフトタイトゥーン。61。あぶね1。ちゃっ。イントゥー2。うわ。スモールカット。イントゥー3。やばい。鼻がかゆいこと考えてたら11秒やばすごいペナルティ食らいました。2回目だからかな。今の事故は鼻がかゆかったからです。鼻のせいでした。私は悪くないです。おやうわさすがにやられましたね。28秒差があって多分これにペナルティが課されるんでやばいか。まだです。まだ近づかないといいかな。ここでチャンピオンシップで勝利するのに十分な走りができているといいが、確認を待とう。確認を待とう。中村さんありがとう。いやー18位でしたね。さあこれまでの貯金がどうなっているか。ちょっとちなみにステージノート見てみましょうか。一体私に何があったのか。あ、車体の損傷軽度で済んだんですね。ヘッドライトも壊れてたようです。いや、暗いとこじゃなくてよかったですね。タイヤパンクしてる人もいますね。いや、みんな壊れてるな、ここのステージ。修復不可能な事故が起きてますけどね。いや、みんな壊れてる。あ、さすが。上位の2人は優秀ですね。無線機が故障したら、コドライバーの声が聞こえないんじゃないかな。それじゃあ、見てみましょう。結果は、おお危ない。またいやー3秒差でしたね。やりました。最後はちょっとミスがありましたけど、横転して鼻がかゆかったのでそれで事故が起きました。皆さんも鼻がかゆいときは飛ばさないことですね。それじゃあ表彰台見てみましょう。フィニッシュ。あーリプレイ見てもよかったな。夕日が綺麗でしたからね。よーし、スペインも優勝しました。お、夕日が綺麗。中村さんもいます。お、優勝トロフィーが見えますね。大きい。これでシャンパン飲みましょう。やりました。お、ということでクラシックラリーで表彰台に上ったので懐かしの80年代がアンロックされましたね。表彰台に登ると次々アンロックされるみたいです。ちょっと早いんですけどキリがいいので今回はこれで終わろうと思います。無事に優勝できましたね。ご視聴ありがとうございました。また次のレースでお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。